平川香織は東京都杉並区出身の元フィギュアスケート選手女子ボートレーサーである。最終学歴は日本橋女学館高等学校休学中登録第5045号122期。同期には元アーティスティックスイミングの選手で日本代表マーメイドジャパンにも選出されたアーティスティックスイミング界から初めてボートレーサーに転校したケイモリミツラがいる。 高段者から発刊された漫画透明アクセルはフィギュアスケート選手がボートレーサーに転校するというストーリーであったが、ヒューガワは実際にフィギュアスケート界からボートレース界に転身した初の実例となった。6歳より高校休学までの約10年の短い期間の活動ではあったが、ヒューガワはもともとはシングルスケーティングでのフィギュアスケート選手であった。小学生時代には後に、 男子フィギュア界で世界的活躍をすることとなる羽生譲弦と同じコーチが指導していたことからハブと同じ場所で練習していたこともあった。中学校はフィギュアスケートの名門選手が進学することの多い日本橋女学館中学校に入学。同中学校では中高一貫校のため中学校を卒業後は日本橋女学館高等学校に進学した。中学校 高校での同学年には後に世界各国でのフィギュアスケートの大会で大いに活躍することとなる樋口若葉がいる。また時期までは不明であるものの樋口と同じクラスイコール学級になったこともあった。小学校から中学校時代には下記の通り大会にも数多く出場していた。ヒュー側は父親がボートレースファンだったことからその影響で フィギュアスケート選手時代より、ボートレースにも造形があった。幼少期より、ボートレース、戸田などのレース場へ父親によく連れて行ってもらっており、レース場のゲームコーナーで遊んでいたり、時には、レースの戦もしていた。フィギュアスケート選手としての成績が伸び悩んでいた2015年に、当時現役最年長ボートレーサーであった、加藤春二のレースを父親と一緒に観戦し、 それを契機にボートレーサーへの転校を決意した。その後、ボートレーサーに転校する準備のため、ヒューガワは高校1年生でフィギュアスケート選手を引退した。また、日本橋女学館高等学校に休学届を出して受理され、ボートレーサー募集試験に挑むこととなった。ボートレーサーへの転校を目指すこととなったヒューガワは、 ボートレーサー募集試験において全国中学校スケート大会出場などフィギュアスケートでの実績が認められボートレーサー養成所にスポーツ推薦枠として受験し合格ボートレーサー養成所での訓練を経て2018年5月22日よりボートレーサーでのデビューを果たすヒューガワは生まれも育ちも東京都だが家族同伴で上記の戸端によく感染で通っていた経緯から 支部の所属は、東京ではなく埼玉を希望し、埼玉支部所属となった。目標としているレーサーは、SG 最年少覇者記録を有している、静岡支部の服部幸男であると語る。2010から2011シーズン2011から2012シーズン2012から2013シーズン2013から2014シーズン2014から2015シーズン。ありがとうございます。